こんにちは、まーでーす。グラサマやっていきたいと思います。はい、ということで、だいぶ久しぶりの、動画になります。皆さん、お久しぶりです。いや、またね、久しぶりになって申し訳ないです。まあ、ちょっとね、実家に、帰省してたっていうのと、ちょっとね、整骨院にね、1年ぶりぐらいに行ってきたんですよ。なんだかんだ行けなくて、なんか行こうと思ったらちょっと予約が取れなかったりとか、そういうすれ違いもあったりで、行けてなかったんですよね。で、多分なんだかんだ1年ぶりぐらいに行ったのかな。もう、バッキバキだったの、もう。もう骨バッキバキで、もうね、なんでこれ揉み返しっていうかね、もう本当にやばくて、もうちょっとここ1日2日ぐったりでした。まあそういうのもあってね、ちょっと動画も撮れてなかったんですけども。だから私さ、このさ、グラ様のね、ハロウィン装備さ、もう来てるって思ってなかったんだよね。てか私昨日ログインしたっけみたいな、もうなんかそんな感じ。やばいよ、記憶が。はい、ということでちょっとね、弾いていきたいと思います。これだね。もうそろそろね、無職転生も終わっちゃいますね。私全然やってないの。やばい。大きな声じゃ言えないけど、やってないの全然。で、ハロウィン装備なんですけども、ファントムね、ファントムスナイパーズの。コラボなんですけど、いやまさかね、ハルトがそっちに目覚めるとはっていう感じなんですけど、秋にもかけるプリシラメイド、夏にもかけるし秋にもかけるしょ。いやこのさ、私バルティすごいかっこいいなと思った。うん、すごい、まあ、この服だけっていうのがねちょっと残念ですけど、まあトップ画面にもなってますけどね。はい、ということでちょっとね、弾いていきたいと思います。星5しかないんだもんね今回ね。ファントムスナイパーズは、はいはい、赤ずきんもありますね。今回は初回のみなんですね。はい、なら初回だけ私は弾きたいと思います。まあせっかくなんでね、ハロウィン装備出てほしいなと思いますね。いきます。よいしょ。いや、なんか久々だね。この動画でガチャ引くっていうのが。ほんとね、最近ログイン勢でね、申し訳ないです、ほんと。生配信もまだやれてないし、おお !2 個。2個は熱いよ。止まった！これは？でも、持ってないから嬉しい。いやー、ファントムスナイパーズ来て、お願い。来い！よし！あー、いや、嬉しい。いや、未所持だから全然嬉しいんだけど、ファントムスナイパーズじゃなかったね。いや、でも全然嬉しい。全然嬉しいです。ありがとうございます。だよねー、初回だけだもんねー。ちょっともうこれ売っちゃうわ。お、めっちゃ交換できるしょ。まあこれ今回ね、持ってなかった装備をゲットするにはいいですよね。錬金思ったより溜まってないな。まあまあまあ、未所持2個ってことで、だいぶ収穫的には良かったんじゃないかと思います。ファントムスナイパーズは来なかったけど、で、これ10月27日水曜日7時から明日ですね、生放送があるみたいです。で、ファントムスナイパーズ7ということで、新ユニット登場ということで、もうルアーナだけ？え？そうだよね、合ってる？あとはルアーナ出て終わりかな？ね。まあ、あとそのハルトみたいになんか違うバージョンみたいのがなければ、
そうだよね。うん。はい、ということで、まあ久々の動画だったんですけど、皆さんの最近のグラ様事情はいかがでしょうか。もう無職転生コラボもみんなきっと終わってるよね。なんかやり終わってるよね。うん。でやることないなみたいな感じなのかな、きっと。いやー、だからさ、私の生配信、いやー、どうしようかな、ちょっと考えとくね週末気力があったらやるかも。はい、ということで、皆さんのねハロウィン装備のガチャ結果もぜひとも教えてください。はい、ということでね、よければチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。